ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで前回ゲットしたこの鍵を、え、待って、鍵穴なくなった。ここはどうやって通ればいいんですかね。上から来るの？え、わざわざそんな遠回りしていかんといかん感じですか。ここが開けよ、おい。え、ここが開けよ、おい。マジか、そういう感じか。あ、ここや、ここ、ここ。ここを通って、え、てか、そのうちこれ、あれよね、泳げるようにもなるってことやろ、要は。え、これでいけるのか。はい。さあ、行きますか。てか、剣でも壊せるようにしてほしいよね。あ、爆弾助かる。そうなんや、爆弾ね。今ちょっとゼロだから。え？え、取れない。ちょ、待って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 。別の壺で、取る。あ。いや、取れねえ。え、取れねえ。マジか。でも、こんだけ入り口で爆弾が、いっぱい出てくるってことは、多分、ここを攻略するのに爆弾必要ってことよね。やべえ。めっちゃ使い切ってるわ。あー、待って、ここ、壺当てるやつや。マジかよ、ちょ。先横行こう。ういー。びっくりしたー。ちょ、やめて。こいつは、あー、押し戻されるー。後からじゃないと来れんってことかな。ちょ、待ってね。とりあえず、あの、一個以外は割ってアイテムが出ないかどうか。出ないっすね。あ、よし、行くか。なあ、あの爆弾みたいな敵。ドクロの、あ、あっこの部分に多分、鍵が落ちてくる。こいつ多分一回切ったら、ああの、ねえ、怖い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 。なになになに、ちょ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 。怖すぎ。怖すぎなんですけど。ハートが欲しい。鍵より宝箱よりハートが欲しい、今。恐ろしい。はい、鍵ゲットー。さあ、どうしよう。こっち先に行く？え、行けんやん。あ、なんでお前だけ復活してんの、ちょ。ありえないんですけど。怖い。ちょ、私倒さずに行くね。どうせ相手も落とさないんでしょ、君。締まりそうですよね。あ、あー、ハート助かる。ちょっと早く。ちょっと早く。はい。いやー、超助かったわ。ありがとう。そんなことあります？せっかく今回復したハートがルピーに変わったんだけど。あっこの部分に宝箱が落ちてきそうやけど、別に上閉まってないんよね。え？なに？なんもないのこれ。いやいや、びっくりした。なんやったんやろ、さっきの。確実に、ね、なんか、ありそうな感じやったけど。これ、動かすんじゃない？向こう側から動、え？動かせないのかもしれん。わからん。わからん。うわ、ハート出るのかーい。とりあえず出てくる敵は1回目は全部やって。はい。君たちは一体どう、瞬間移動。なんだろう、魔法使うの君たち。ちょい。あのハート欲しいかな。いや、でも。はい、守りなきのみ。やっつけたら何かが起こるような気がするんだけど。あ、え、何も起きないんだろうか。いや、でも爆弾、矢とかの方がいいような気もするけど、先に君やっつけとくね。あー、ハート欲しい。多分これでそいつやっつけれるんじゃない？え、
一発じゃないんか。マジかよ。一匹しかやっつけれんやん。はい、これで一匹。爆弾欲しいな、めっちゃ。いいってことか。え、ああ怖いんですけど、やめてよ。これで爆弾なくなっちゃったんだけど。あ、びっくり。ちょっと早く爆弾を補充したいです。私買ってくればよかったね。ここに入る前に買ってくればよかったね。次どこが、ここか。やめてよ。くっ、背後から来てんじゃねえぞ、おい。はい、鍵。はい、次から次へと鍵。これ多分、くちばしがなかったら、あ、切り替えのスイッチあるやん。爆弾はないか、爆弾は。ハート。もうハートはいいんだよ。もうハートはね、いらないんだ。ほら、くちばしいる。ここ切り替えといて。で、ここも開く？はい、開いた。え、ほら、あいつおるやん。ほら、あいつがいるってことはそういうことなんだよ、おい。爆弾が欲しい。非常に爆弾が欲しい。とりあえず、今、ね、切り替えた剣、他のところ先行こう。はいはい。あ、くちばし！イェーイ。で、くちばしはいいんやけど、多分、もうここの袋は必要ないんでは。遠いところ恐れず走り飛ぶべし。走り飛ぶ？とは。とは。それができるんなら、私、リチャードの、穴ぼこ畑のところ飛べたんだよ。他に切り替えが必要なところはなんかあったかな？あ、遠いところっていうのはどこにあるんだ？この辺は多分全然か。あ、別にこいつやっつけんでもいけるんじゃない？どうな？ジャンプジャンプで移動してって。はい、上行ける。どこや、ここ。なんかわからんけど。鍵が落ちてきそうな。はいはい。お前が最後か。オッケー。はい、鍵来たー。守りの木の実ゲット。これで、ここはどこだ。なんなの、豚みたいな声してくんだっけ。で、爆弾はないっすかね。よいしょ。 あった、やったー、爆弾ゲット。いた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 。なにこれ、親子。そういうことじゃない。あ、開いた開いたのはいいけど、ここの鍵じゃないよね。あ、ここの鍵やん、マジか。もしかしてあれ？何あれ？え？鍵ってどこの鍵でも開くの？もしかして。違う？ね、これ何？え、なんか閉まったけど。決まっ！これ絶対あれ、爆弾飲ませるやつやん。閉まった。待って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 、爆弾ないって。動きは一定なのね。でもこれ上行ける。あ、一応戻ってこれるね。なるほど。ってことは爆弾を補充してから来れるということだね。爆弾欲しいです。マジ爆弾いっぱい必要だけど。イエーイ、目の前で。痛い痛い。あ、あっこに宝箱。え、あっこに宝箱、あっこ。え、開かねえ。こっちしか行けないのか。あ、そこから行けるんやね。あ、やった。ちょっと待って。めっちゃ爆弾あるやん。助かる。ウェイ、やめていい。はっ。はい。はい。はぁ。
頭上から行ってもダメなんかよ。そっクソなの。痛い痛い。はちょやめてください。ティティ、ちょ待って、痛い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 。ふう、敵を利用していくスタイル。この辺のにはない、くせないんか。でもこれで10個補充できるけん助かる。で、他ヒントは、仇殻を持つ黒き魔物、内側より攻撃加えよ。あやけん、要はさっきのあの2匹のめっちゃ気持ち悪かった。それはわかるよ、教えてもらわなくてもわかるよ。鍵じゃないんかい。50ルピー手に入れたら割と嬉しい。まあ嬉しいけどね、嬉しいけどね。え、ここ行き止まりってこと？こっち側かな。あそこにはどうやって行くんでしょうか。なに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 、めっちゃなんかさっきから高みの見物コーナーに入ったけど、あれ、あいつめっちゃあの宝箱守り寄る感あるよね。ここ別に、あ、ここなんか爆弾で吹き飛ばす仕様に、え、あー、こっちか。なるほどね。あ、痛い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 。早速。よし、オッケー。じゃあ、とりあえず、これを先に吹き飛ばしとく？吹き飛ばしとく。やっつけとこっか。10個あったらいける？いけるかな？道を戻れるし、あ、ここで補充はできるってことか。あ、待って。目の前にわざわざ戻り出てしまった。多分、通路とか決まったんじゃないかな？どうなん？え、飲み込んで、お願いだから。すごい、あの、無駄になるから、飲み込んで、てそれをね、してほしかったの、私。は。あ、お願い、早く。あと一歩早く行けよう。はい、これで。何個必要、それ。飲み込め。飲み込めや、おい。おーっと。飲み込んだというより吸い込んだ感が半端なかった。本当に目の前に置かんかったらダメなんや。いや、余計なし。いや、これさ。あー、はい、おいしい。ありがとう。でも、爆弾がもうないんだ。爆弾がもうないんだ。こっちから行くしかないんか。いた。何今の。よいしょ。痛い痛い痛い。ちょっと待って、君ら邪魔よ。とりあえずまあここで何回でも補充はできるとして、できるとして、た補充はできるってやめてくれる。補充はできるとしてだよ。難しいな。はい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 。あ、力、うん、まあ、力のかけら関係ないか。爆弾やしね。ほら、2匹ともおる、普通に。痛い。はい。もうあれか、直接本当に目の前に置くというか、食べさせてあげるぐらいの感じ。あ、飲み込んだ。よかった。無駄になったかと思った、また。はい。あ、いいよいいよ。はい。食べて、それ。はい。いた。はい。あ、オッケー、はい。あと4個の間に。あ、いいよいいよ。もう1個ぐらい。あ、食べてー、それ。いた。ちょ、おっと。待てよ。はい、食べて。はい。やったー！ふぅー。あ、ワープが発生した。ことは、ここ中間ってことかな。それはいいんだけど。
この辺動かせるってことか。え、動かせませんけど。え？出れんやん。何しにこっち側に来たんやろ。え、何しにここに来たんだ。何もできないよ。とりあえずもう一回爆弾補充だけ言っとく。多分ここもやっつけたらね、鍵が降ってくると思うけん。そこで間違えた。でこれを君らに投げつけて、多分一定距離近づかんかったら、こう物が当たろうがなんだろうが全然微動だにしないよねこいつら。君は直接私が手を下すよ。はい、これで OK でしょ。え、ってことはあれかな、ここのボスとかももしかしたら爆弾が必要になる系かな。はい、鍵ゲット。あ、そう、ここここ、これは鍵なのか。鍵は、あ、階段。鍵は関係なくって感じかな。いや、関係あるぞ。ここは、あ、ちょっと待って。ふざけんなよ、おい。あ、落ちた落ちた。やった。一発で、落としてしまうというのが一番だよね。あ、ちょ、待って待って待って。こっち来るでしょ、それ鍵。はい、オッケー。何かしら補充できる。あ、爆弾。よし。爆弾はマジで助かる。ちょ、こっちで割る。イエーイ。さ、これで、あと、まあ、今鍵ゲットしたんよね。ちょっと待って、こっち側は？あ、ここ通ってそこに行けるんか。逃げんなよ。怪しき壁を剣でつつけ、音の違いに気をつけるべし。音の違い？怪しき壁。とりあえずこっち行きたい。鍵は1個しかない。こう開けると？開けれんやないか。待って、鍵が圧倒的に足りないんですけど。怪しき壁をつつく。ん？てか、これ矢印じゃね？違うかどうかが全くわからん。とりあえず矢印っぽいけん壊しとく。そういう判断。あ、そこ確実に壊れるところで。はい、やった、ハート。え、これ先進めるんじゃない。なんか動かんのかーい。動かんのかーい。はい、こっち行ける。戻ってきただけやん。なんてもったいないことを。ちょ、そこ爆弾あるからまた。はい、邪魔邪魔。これ、一回一回さ、そんな見せなくてよくない？あ、爆弾、はい。オッケー、とりあえず一個だけ爆弾回復できたかな。あ、だから結局これ、あ、そっか、階段のところに繋がったのか、あれは。はい、こっちに来ました。え、これは。何？思ってたやつと違う。やめて、近くに来ないで。はい。怖い。なるほど。あれ、私が思っとったやつは多分足が赤いんかな。なんも落とさんのかい。ほら、上から高みの見物しようと時のところや、これ。オッケー、これ鍵か？違う、コンパスや。
コンパスを手に入れた。ボスと宝の場所が分かるぞ。さらに鍵が近くにあると音で知らせる新機能付き。え、待って、鍵がないっすけど。どこに行けばいいんすか。何？鍵がこの近くにある？あ、あの宝箱かな。もしかして、そういうことな気がする。あ、ここが通れるようになってる。そこ鍵あるかな。はい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 。全然守れてないよ。あ、地図や。やっと地図を見つけた。マイナスでマップ画面を見よう。とりあえずやっつけとこう。こいつをやっつければ何かが起こるような気がしない。しないけど、一応。は。ほら、何も起きない。ほら、何も起きない。なんもないんかな、もう。てか思ったんやけど、ここでっていうか、この上を通り寄るときにさ、もう一部屋あったことない？なんか3部屋ぐらいあったよね。ただ、3部屋ぐらいあったはずなのに。ほう。そこを動かせるんや。待って、3部屋ぐらいあったはずやのに、多分ね、1部屋行けてないと思うよね。待って、これはどこをどう動かすべき？ここか。あー、これでいけるんか。やったー、宝箱ーん。お、これは、ペガサスの靴を手に入れた。L でダッシュ、ジャンプも遠くまで届く。あ、これでいける場所広がったんじゃない？じゃあ、絶対そうやろ。いやー、ちょっと待って、爆弾置いてしまった。なんて無駄なこと。え、ちょっと待って、これで、あ、装備せんでもいけるんや。L でダッシュ。これさ、いけるんじゃない？これ溜めて、L。L、こっちか。おー、ほら！ね？これで、ここも、いけるように。こっちから電池いかんのか。ちょい待って。ちょい待って。あの部屋はどこから行ったんだったっけ？あ、ここから上に上がったんやっけ？違った？ちょっと待って、邪魔よ、君ら。で、ハートも回復して。あれ、そういえばここ行ってないっていうか、行けてないっていうか。あ、これ飛んで行けるんじゃない？もしや。これで、パッ！あ、すげえ、行けた！うわ、嬉しい。ってことは、あれ鍵ですね。パッ。よっ。あ、ボスの部屋の鍵や。マジか。ここか。なるほどね。ことは、まあ、他に、すげえな。3、4ぐらいのマスは飛べるってことか、今ので。あ、そうそう、ここ。あ、ちょっと待って。痛い！やぶねえ。絶対これ、もう一部屋あると思うんだけど。え？ないんかな？勘違い？あ！ここ。やったね。あ、この部屋にも鍵があるっぽいぞ。やったー。自爆してくれたー。やったね。じゃ、爆弾とかあるんなら。ないー。ないー。補充したかったんだけど。で、ワープして、ダッシュ使ったらあの一番最初のとこ行けるんやない？行けん？え、ちょっとワープさせて。ボタン押しよったらいけんのか。よし。ダッシュしてこ、ダッシュ。まっすぐ。まっすぐで、剣構えてこう。これで、くわー
おお、いけた。やったよー。鍵二つ。この鍵二つで多分、この階段を上がるか降りるかできるんやと思う。行こう。ふぅ。どこやったっけ？こっちか。あ、そこそこ。そこの鍵二つ開けていけると。ってことは、この先がもうボスかな。よいしょ。いきます。びっくりした。ボスかと思った。え、待って。え、どうやって行くのこれ。え？ん？え、なに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 ？もしかして壊せる？壊せたりとか。うお、怖い。顔が怖すぎやしませんか？え、顔が怖すぎやしませんか？ここ多分、おお、ダッシュで行くところ。もうすぐボスの部屋な気がする。とりあえずここを。お、これ爆弾使わんでもいけるようになったやん。この敵やっつけるの。いいね。はっ。そして、あと、お前だけだ。てい。やったー。で、ここで回復し、あれ？ん？どこだいそれ。ちょっと待って。あれ？ちょっと待って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 。あれ？高く飛ぶのはどうやればいいんだろうか。ちょ、とりあえず、この辺やっつけるというか、この端から、はっ、届かなくね？どうすればいいのあれ。あ、取れた取れた取れた。ちょっと場所が合ってなかったんだな。あ、あっこボスの部屋や。鍵がある？え、鍵？どっかまだ鍵必要な部屋あった？私の記憶上にはないんだけど。え？なんだなんだなんだ。でも、ここで全て敵を倒したら、なんか鍵がゲットできるっぽい。コンベアで運ばれるコウモリ、なんかめっちゃ、めっちゃいいね。どこの鍵？痛い。え？どこだろうか。ちょっと待って。この、え、ボスの先に、いや、ボスの先多分あれよね。楽器の部屋よね、普通に。え？鍵必要な、あ、ここ？え、違うな。鍵必要なとこな、え、ないことない？まあいいや、ボス行こう、ボス。行きます。爆弾必要な敵じゃない？ぷよよーん、ぷよよーん、僕ちゃん、どこで行っちょー。壁揺らすなっちょ。壁揺らすっていうのはどういうことだろうか。おっ、なんか出てきたぞ。これ絶対めっちゃでかいやつがおる。あ、こういうことか。見ていい。おー、なるほど。爆弾じゃなかった。なにこいつ。あ、爆弾取り込ませるんじゃないんこれに。あ、違う？もしかして、これでいけるやつ。え？目玉か？あ、目玉やな。ひえ、気持ち悪い。待って、これ戻るんじゃない？時間経ったら。なんか戻り、あ、戻った！てか、思っとる以上にちょっと体力を消費。あ、これ普通に切ればいい。ちょ、待って、普通に切ればいいんかーい。はい。はい。で、これ以上いかないと、あれ違うんかい。待って、戻る。これで多分、よいしょ。はい、いけたー。オッケー。あ、めっちゃ怖い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 。めっちゃ怖い。うえい、今のは当たったね。1回目のこれで、
1回目のではちょっと地上にいないようにしないと、2回目で確実にプレスされる。いい、じゃあの、はい、全然目に行けないんで、はい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 、あーっと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 ちゃんとやった、一体やっつけた。結構簡単。はい、もう一体になってしまえばこっちのもんでしょう。オッケー。うーん、目玉さえなかったらちょっと美味しそうな感じなんやけどな、わらび餅的な。イエーイ、ハートの器ゲットー。ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。やったぜ。これは何の楽器？ベル？あー、やね、ベルやね。海ゆりのベルを手に入れた。うん、携帯の着信とかでありそう。昔の。次のヒントは？てか今回のヒント何やったっけ？滝の中に隠されているダンジョンがってことかな？ダンジョン？楽器が？ふぅ、お、フクロウがどこや？はい、来たー。セイレーンの楽器はいくつ集められたかな？8つの楽器を奏でるとき、風の魚は目覚めるのじゃ。その時こそ坊やはこの島を出ることになろう。ヤーナ砂漠に行きなされ。砂に住む黒く魔物が行く道の手がかりとなろう。砂漠？滝って言ったのに？カラカラじゃない？そんなことないんかな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、多分これでメーベ村の夢の祠もクリアできるんじゃない？いけそうよね。